あのね、今回どうする？今回はですね、本日の検証動画なんですけど、大迷惑だよね、人の家の前で堂々と座ってるって。なんで行こうね、今日ね、住民の家の前から動画が始まってるかって言いますと、この人の家、ペンタ。まあ、ペンタって人の家なんですけど、こちらのね、ペンタさんの家に入るとですね、風邪ひいてます、このように。あー、震えてる。風邪ひいてるけど、かわいい。ちょっとペンタ人に向かってくしゃみしちゃダメでしょ。このように、ね、風邪ひいてる住民がね、今いるんですよ。もう1時間ぐらい探したよ、俺。1時間ぐらいさ、風邪ひいてる住民探して、ようやく出会えた。やったーではねえわ。なぜ風邪をね、ひいてる住民をご用意したかっていうとですね、このゲーム薬あるんですけど、まあ、薬を住民に渡したらですね、一瞬で風邪が治るんですけど、まあ、本来やったらみんなね、もう皆さんは優しいからね、住民が風邪ひいてたら、あ薬渡さなきゃなと思ってね、住民にね、はいって薬渡すと思うんですけど、今回はですね、風邪の住民に薬渡さなかったら、何日で治るのか最低ですね。住民の風邪を利用した検証動画でございます。体の憂いが止まらない。さあこんなの薬さえあれば一瞬で治るのにな、ダペン。あ、薬欲しいみたいですね。あげないけど。あ、これでじゃあまず一日日付ずらしてみましょう。さあ、二日目でございます。まあ一日目はですね、まああのようにすごい体調が悪かったですけどさ、2日目さ家にいるからまだ風邪ひいてるだろうな、これ。あーもう先生、2日目もな、体調悪そうに家の中にいますね。もうペンと思うだろう。違うペンタ、こんな寒い部屋に住んでたらそれ風邪ひくわよ、こう思ったら。これ自業自得だわ、これペンタ。ペンタのね、家が悪いわ、これ。だって2月だよ、だってまだこの島2月でさ、島さ普通にさ雪とか降ってんのにさ、家の中さこんな寒くしてたらそりゃ風邪ひくよ。さあ2日目のペンタちゃん、風邪ひいてました、普通に。さあ3日目です。3日経ってもまだペンタは風邪をひいてるのか。その前に奥太郎がなんか悩んでるぞ。奥太郎、この島から出ていこうと思ってんの。やだー、出ていかないで。奥太郎出ていかない。おう、おめえには今まで世話になったな。俺はこの島からいなくなった後はおめえが島を守るんだぜ。よろしく頼んだからな、タコ。奥太郎、もしかしてこれまだ風邪ひいてる？え、まだひいてる。3日経ってもまだ風邪ひいてる、ペンタ。もしかしてこれ俺が薬渡すまで永遠と準備で風邪ひいてる。4日目だよ、4日目だけど、4日経ってもまだ治ってないの？え、まだいねえじゃん、あいつ。え、4日経っても治ってないの、風邪。おいおい、いや、治ってた。4日目で検証結果、住民の風邪は4日目で治る。